どうもラブチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は全61キャラの中で最強の必殺技トップ10をやっていきたいと思います。今回の検証時間約8時間です。8時間かけまして全61キャラの全ての必殺技を使っていきました。使った必殺技ですけども、エフェクトありの必殺技を全て使ってみました。エフェクトなしのこういった技はちょっとダメージが測りにくいので使っておりません。エフェクトありの必殺技のみでのトップ10です。そして検証方法ですけども、真の海賊無双このステージでスキルを特殊技強化、集中力、万全の集中、全キャラにこれをつけまして必殺技を一発ずつ打つっていう風にやってます。必殺技を打つキャラクターはローですね。ローを限定して、100回以上こいつに攻撃を入れてみてます。はい、こんな感じで検証していきました。このランキングですけども、高いダメージを与えられる順番で作ってます。それでは第10位からいきましょう。第10位はバギーですね。まさかのバギーがトップ10入りを果たしてます。HP バーを 100% と見て、だいたい 55% ぐらいのダメージを与えることができます。普通に使うとバギーそんなに強いキャラクターではないんですけども、必殺技バラバラフェスティバルを根元から当てた場合はかなりいい感じのダメージを与えることができます。で、この与えたダメージですけども、定規を使って大体のところで測ってるので誤差はあるかもしれませんけども、バギーのバラバラフェスティバルかなり強いですよ。それでは第9位に行きましょう。9位はスモーカーのホワイトハウンドですね。スモーカーも意外とまさかのキャラクターだったとは思うんですけども、結構ダメージを与えることができます。ダメージ量としましては約 55% ほど、バギーのバラバラフェスティバルとそこまで変わりはありません。根元から当てるっていうのが重要ですね。ちょっとずれるとダメージが少し減ってしまいますので、しっかりと密着した状態で使ってみてください。まさかの9位がスモーカーです。それでは8位です。8位は白ひげの一騎当選ですね。白ひげの他の必殺技もまあそれなりに強かったんですけども、一騎当選は群を抜いて強かったですね。ダメージとしましては約 60% ほど削ることができます。で、ある程度、密着してないといけません。まあスモーカーとかバギーのようにもろに密着しなくてはいいんですけども、ある程度密着して打つと 60% ほど削ることができます。白ひげが8位ですね。それでは7位です。7位はビッグマムですね。ビッグマムのフォルムチェンジをした後のプロメテウスを使った必殺技です。これ名前がちょっと分かんなかったんですよ。すいません、ネットでも調べたんだけどもちょっと分かりませんでした。これはかなり密着した状態で与えないといけません。密着してない状態だったら HP 50% ぐらいしか削らないんですけども、超密着した状態だったらば 60% ほど削ることができますので、しっかりとね、正面で敵を捕まえてから撃つようにしてください。かなり強いです。それでは6位に行きましょう。6位はレイリーですね。新キャラレイリーが6位に入ってきました。必殺技は疑わないこと、それが強さだ、この技ですね。これを根元から与えてあげるとだいたい 62-3% 削ることができます。ちょっとでも外れると 50% ぐらいになるので、そこを注意してください。横とかに貼り付いてもダメなんですよね。真正面に貼り付かないとダメみたいです。第6位がレイリーですね。それでは第5位に行きましょう。第5位はサンジですね。サンジは結構意外なキャラクターだったと思います。エクストラ足が約 65% ほど削ることができます。
ただしサンジは女性キャラに攻撃ができないので、そんなに使えるキャラクターではないですよね。そして必殺技エクストラ足も根元から当てなければいけません。これかなりね、攻撃判定が狭いので、当てるのがちょっと難しいです。でも、しっかりと当てれば、65% ほど削ることができたので、強い技ではありますね。ただし使おうとは思わないかな。それでは4位です。4位は同じく出ましたビッグマムですね。ビッグマム必殺技が全体的に強い。第4位の技はヘブンリーフォイヤーですね。あれが3段階当たって根元から当てると約 68%、70% 近くのダメージを与えることができます。で、これそこまで密着しないでも当てることができますし、周りにもね、結構当たり判定があるので使いやすいですね。そしてビッグマムの全ての必殺技、雷帝とか異国とか、母場とかが、あれも全ていいダメージを与えるので、ビッグマムは改めていいキャラだなって思いましたね。第4位がビッグマムのヘブンリーフォイヤーですね。ここからトップ3です。第3位はハンコックですね。ハンコックもまさかのキャラクターでした。パフュームフェムヌがものすごいダメージを与えます。ただしこれも根元から当てなきゃいけなくって、さらに攻撃判定がそんなに広くないです。なので密着してしっかりと当てるようにしてください。すべて当てると 70% 削ることができます。これ使い方ではめちゃくちゃ強くなるので、ハンコックいいんじゃないですか。それでは第2位です。第2位はヤマトですね。ヤマトは予想通りと思った人も多いのではないでしょうか。ヤマトは必殺技が強いんですよ。今回の第2位は神速白尺ですね。もちろん根元から当てないといけません。でも根元から当てなくても約 60%、 58% ぐらいかな、それぐらいのダメージを与えることができるので、密着せずともいい必殺技ではあります。密着して打つと 80% ないぐらい、 78% ぐらい、それぐらいのダメージを与えれますし、さらにぶっ飛ばした敵に、さらにダメージを当てることができるので、かなりいい必殺技なんですよね。第2位はヤマトの神速白尺です。それでは第1位です。第1位は同じくヤマトですね。空中で放つ雷鳴八卦が強い。これがバグ技みたいなもんで、ランキングに入れるかどうかちょっと悩んだんですけども、まあ今のところまだ使えるので、ランキングに入れてます。これダントツで強いんですよね。まず使い勝手がいい。密着してない状態で打っても OK なんですよ。まあとにかくジャンプして雷鳴八卦を打ったら2回ダメージが入る。で、それがとんでもないダメージなんですよね。ゲージの 82-3% を持っていきます。で、さらにこれ星3の技なので、若干ですけどもゲージが溜まりやすいっていうのもあってすごくいいですよね。1位2位はヤマトが独占でした。はい、ということで今日は最強必殺技ランキングでした。このランキングですけどもゲージを定規で測ってますので、若干の誤差はあると思いますけども、今日紹介した1位から10位の必殺技間違いなく強いので使ってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。